南鹿児島駅は、鹿児島県鹿児島市南郡元町にある、九州旅客鉄道、鹿児島市交通局の駅である。本港では、隣接する鹿児島市電の南鹿児島駅前、停留場についても記す。島式ホーム一面二線を持つ地上駅。駅舎とホームは、港内踏切で連絡している。開業当初は、単式ホーム一面二線で、列車交換は不可能であった。 鹿児島中央、駅側下り線側に、初代ホームの痕跡が残っている。JR 九州サービスサポートが、駅業務を行う、業務委託駅であったが、2020年5月30日より、駅遠隔案内システム、アンサーの導入に伴い無人化された。IC 乗車カード、守護課の利用が可能で、簡易守護課改札機が設置されている。 守護家の販売は行っていない。タッチパネル式の自動券売機、IC カードチャージ機が設置されている。乗り場相対式ホームに面2線を持つ。隣接する踏切で両ホームとの行き来ができる。道路側のホームに谷山方面、JR 駅側のホームに鹿児島駅前方面の電車が発着する。両乗り場ともホーム幅が規定に足りないため車椅子の使用は不可。 両乗り場に電車接近表示器及びアナウンス装置がある。東停留場は涙橋停留場付近から谷山停留場まで続いている専用軌道場にある。乗り場ホーム、茨城方面から市電に乗り換える利用者が多い。また、鹿児島市電との並走区間内での JR 線の近距離利用者も少なくない。駅裏手の斜面の上は支原大地と呼ばれ。 市原団地がある。駅前には居酒屋がの木を並べる一角がある。駅の周辺では幹線道路が交差しており、ロードサイド店が進出している。交通量が多いため渋滞が発生する。ありがとうございます。